はい、大抜き茶、玉緑茶しばらくこれが続くと思う。うん、風を切っちゃう。そうやね、風切った、まあ風切った他のお茶もあったりするけど早入れてパンと。うん、お父さん、お父さん、何今の手、今の手は合図よくわからんけど、マッカーサー言うた今入れとこ。うん、よーっとジュールの、はい、スイーツでお茶会。お父さん、これが好き、これが好きやった。いただきます。うん、おいしい。そやろ、疲れ取れるの。あ、お茶がめちゃめちゃうまい。ああ、取る前に飲んでしまった。2煎目お茶あるからね。はい。大抜き茶、玉緑茶。お天気になるよね。ああ、この玉緑茶は本当にこう、より自生の茶っていう味わいがする。苦味とか渋味とかそんなになくて、本当にこう野生の茶っていう美味しさ、うまみがあるね、味わいが。本当これこそなんか本当、ひいばあちゃん家の縁側でゆっくりこう、おまんじゅうと一緒に飲みゆうような、そんな感じ。美味しい。ではこれジュールの新商品ね。え、合うかね、スイーツに。スイーツいきます。じゃあこれ一層目の、これいちごのうまみのしっかり加わったムースというか、美味しい。めちゃめちゃ味わい、これ。そして二つ目の層、黒もじ茶のゼリー。うん、黒もじ茶のさっぱりした味わいが、このいちごの層とミルフィーユされた感じが、この甘い感じにこう締めてくれる感じがまたいい、心地いい。で最後の層、これ白いクリームちょっと混ざってるけど、うん、アーモンドの加わったこの濃厚な味がまたいい。うまい。お茶と合うね、これ。本当にお茶でもいけるっていう、コーヒーがいいかと思ったけど、うん、おいしい。うん、ごちそうさま。うん、おいしかった。うまいね。どうよ、その友達のミルクをこれいっぱいくれんか。そんなもんに入れる、まあ、卵をね、これ用途よ、これ卵を焼いたりする料理で使える。いや、おじいちゃん全然飲めない。これ、それで、はい、薬、はい、はい、次、はい、それでお茶飲もう、今度はぐっすりお茶ちょうだい。はい、これで元気出た、うん、そのミルクで元気出た。はい、ありがとう。はい、ばあちゃんもお茶入れちゃう。おばあちゃんちょっとした話を、お話を。おー、美味しい、お茶も美味しい、お茶も美味しい。おー、途端に元気だ。ほんで、ちょっと動いたらいい。ごはん。頼んでおこう。これでほんと美味しい。ひまわりがいろ。なんでもかまわん、もうミルクだったらいい。これで思い切ってお茶を飲めることになりました。どうぞ。というかね、はい。はい、行きます。ある方からのちょっとコメントをいただいて、うん、そのコメントがちょっとあまりにも胸に響いたので、じいちゃんばあちゃんにぜひ聞いてもらおうと思って、ちょっと今回のお茶会をしようと思いました。うん、まあちょっと普通にこういうお茶会っていうことで話さなくてもいい内容かもしれんけども、うん、温かいというかすごい嬉しい内容やったので、まあちょっと皆さんにも知ってもらえたらということもあって、うん、ね、そのコメントによると、先日亡くなった母が、うん、身体がなかなか動けなくなってきて、うん、YouTube を見たいなっては、うん、と話していたので、うん、やり方を教えてあげたら、うん、後日いつもこのチャンネル見てるんだと、唯一見てたのが、うん、チロちゃんさんのチャンネルでしたと。そうなの、うん、で、母は料理が大好きでしたが、思うように動けなくなってしまい、チロちゃんさんのチャンネルを見て元気をもらっていたそうです。うん、いつもあのねと嬉しそうにチャンネルの話をしてくれる姿が今でも浮かんできます。
母に元気や笑顔を増やしていただきありがとうございました。これからも陰ながら応援していますということで、体がなかなか動けなくなって大変やった状態でも、そのお母様が YouTube を見たいっていうことで見てくれてて、初めてそのずっとチャンネルを続けて見てくれてたっていうのが、俺が作ったチャンネルっていうことで、俺はすごい、俺のチャンネルはすごい役に立ってたんやなと胸をすごい打たれたのと、YouTube というのはね、あの人間を温かくするのよ。あの楽しみに見てくれてたっていうのが、まあこういうチャンネルを作ってて楽しく見てくれてる方もいるんやなということですごい嬉しかったのと、そのずっとそういう感じでその初めて見てくれてたっていうのと、見続けてくれてたっていうのを、ね、作ったチャンネルっていうことで、そのお母さんに本当にありがとうございましたっていう気持ちを伝えたいなと思った。なんか本当にお礼の気持ち、そういう事実を教えてくださった、コメントをしてくれた投稿者さんもお母様にも本当にありがとうっていう気持ちで僕からはいっぱいですね。なんて言うたらいいの、その病気に負けないように少しでも役に立ってたと思ったらね、なんかエリオタナさんといかんと思います。なんかお父さん今のお話を聞いてよ、ね、少しでもお役に立ってたなと思ったら、ほらね、いいじゃない。けどはい、じゃあお父様でした。いい話をね、ほら、うっそ、おっと素晴らしいじゃん。よかったね、素晴らしい話。ミルクが効いた、ミルクが効いた、はい、このミルクが効いた。ミルクいつもあるのにね、冷蔵庫の中で営業して飲まんのやろ。はい、じゃあ今日のお茶会、素晴らしい話をありがとうございました。もっともっと、本当に見てくださった方も、なんて胸がいっぱいだと思ったんやけど、頑張りましょう、お互いに。はい、ね、ご冥福を祈ります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本当に